はい、おじでーす。さあ、今回はね、ズランツーリスモ7、ちょっとプレイしたいと思います。アップデートがね、終わりました。救急車どうやって手にするのか知らないけどね、アップデートが終わりました。で、ね、今何で映してるのっていうと、はい、ここちょっと注目して、これ何かっていうと、今ならまだ間に合う、アマゾンで新品で4999円で購入できるフル HD のプロジェクターです。密閉式で、リモコンでフォーカスもね、ちゃんとピシャッと合わせることができるプロジェクター、4999円でズランツーリスモ7をね、今プレイしようかなと思ってます。で、今よいしょ、昼間です。11時31分ですね。まあ、ちょっと反射しちゃってるけど、昼間ですね。はい、まあ、そんなに明るいプロジェクターではないんだけども、4999円でズランツーリスモはね、プロジェクターで楽しめてしまう。で、夜だったらもう大画面、ね、80インチとか100インチとかでね、楽しむことも可能です。はい、じゃあ今アップデートが終わったんで、ちょっと走ってみたいと思います、ね。いや、プロジェクターでね、遊ぶズランツーリスモ、ね、悪くないと思うよ、本当、ね。ちょっと待ってね、フォーカスをちょっとピントね、もうちょっとこうピントがピシャッと、こんなもんかな、こんなもんだね、うん、これでピシャッときたね。リモコンだからね、楽なんだよ本当。はい、じゃあ今ね、スイフトスポーツになってるんだね。よいしょと。さあ、何が増えてんのかな。本当ね、なんかグループの YouTuber チームね、なんか30万円ぐらいでシミュレーションを設置したなんて動画ね、一昨日見たんだけど、おシミュレーションと思って、何と思って見たら、ズランツーセットだった。プレステ5に、コックピットにね、ロジクールの10万円のやつにね、これすごかっぺーって、おおサイドブレーキつくっぺーよーって、これここら辺がいったぺー、おおハンドル、うん、全然違うっぺーみたいなちょっとすごいほっこりしたんだけどね。ヨーロッパがなんかね、ニュールね。でも私は自分の走りたいところを走りたいからね、ちょっとスーパーでも行きましょう。でアーケードレース選べば走れるでしょ、そのままね、もう条件が、あれこれスパじゃないじゃん。うん、これスパ、このコーススパ、スパだね、はい、じゃあどの辺かな、中級ぐらいにしとく。で初級でも勝てないかもしれないけどね。はい、じゃあ中級レベルで行こうかな。でもやっぱ上級で行かないとあれか、つまんねえか。まあ上級でやってもね、ズランツーはズランツーだけどね、フォルツァに一生勝てることがないけどね。 Xbox One のね、フォルツァモータースポーツが発売される前はまあ人気あったよね、確かにね、ズランツーね、馴染みのあるね、歴代の車があって、乗りたかった車に乗れるっていう、まあそういうキャッチフレーズだったと思うんだけど、憧れのあの車に乗ってっていうね。今それできないもんね、お金稼ぎゲームになってね。はい、じゃあ4999円のプロジェクターでね、ズランツーリスモを走りたいと思います。
回全部の車がコックピットがあるようになったけど、昭和令和の時代は残念だったね、コックピットなくてね。令和の時代になってやっとコックピットが 全車搭載されたね。絶対こんな動きしねえって動きしねつかめてきた。まあ、車だと思って走っちゃうとおかしな動きするからあれだけど、 F0 だと思ってやればそれなりに楽しくはないけど、
変わった感じするな、なんか。おじいが慣れたのかな。なんかね。ちょっとだけまともになってるような気がする、なんか。あの最悪の変なアニメーションを。AI は健全なんだね。絶対に1位を走らせないっていう AI はバカなんだね。ジランツリスモ7の AI はバカのままなんだね。だんだん学習能力がついて、なんかあの AI が進化するって発売前のあれは嘘だったんだね。山内、お前はやっぱり詐欺師なんだな。という賢い AI っていうのは、あのクリーンな走りを後ろからこっち行ってくるんってさせることを言うのか。山内、お前の卑怯なレース根性魂がそのまんまプログラムになってるぞ。クリーンな走りをしてて妨害されると思わなかった。まあどこまで行ってもズランツだな、本当。なっちゃうから一段ギアを横に下げてすぐにアップする。現在か、多分ちょっと変わってるけど、なんか微妙に変わってる。あの変な入り出しはあれだけども、コントロールがというか、あの完全アニメーションからちょっとマニュアルができるようになってる。ちょっとプログラム変わってるな、これ。よくはなってないよ。アニメーションも不自然だな。
ズなんです。お金はたまらない。ズランツズレ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 ツなんかあれなんだよな、お、これ何リプレイ、これリプレイ、え、何これ、何これ、お、これ何が入ってる、これリプレイ、ん、何これ、今おじいが走ってたやつのリプレイ、これ音も何もないけど、リプレイなの、うん、音出ねえの、うん、なんかこの視点のこのリプレイ面白いな、うん、なんか斬新だな、あの PC だとね視点変更できるのいっぱいあるけど、家庭用ゲーム機だとこの視点ないよな、うん、あ、まあ、このリプレイ面白いな、うん、あ、そう、完全にリプレイだ、これおじいの走ってたやつだ、へえ、なんで音出さないのこれ、え、なんで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 音出させてくんないの、あ、こうやってあれか、あ、こうやってあの車を、何番目の車、おお、あ、これ面白いじゃん、へえ、これはちょっとあの新しいな、うん、まあ開けるんだろうけどね、そのうちで、これレバーで、あ、ダメか、ぐるーってこうレバーでぐるーって変えられたら面白かったのに、うん、そこまではできないんだね、これ360度さ、ぐるーって回してたら面白かったな、うん、フォルチャーはできるけどね、そっか、で、音出ねえの、音ボリュームいっぱい出てるな、なんで音ないの、どうしてボリュームを出さないの、なんか中途半端やな、戻るボタンの音はするの、ちゃんと戻んないじゃん、うん、あれ戻んないじゃん、これでやんないとだね、あ、リプレイはリプレイでなんでまたあるの、今のリプレイで見れないのかな、あのリプレイの再生、ミュージックリプレイ、ミュージックリプレイの再生、どうせ YouTube だとバン食らうんだろう、そのミュージックの著作権で、じゃあ今の視点が、おう、選べるのか、なんで音がないんだよいや、室内だって音するでしょ、え、なんで音出させないの、あ、あくまでもあれか、あのミュージックリプレイってやつのなんかそのモードになってるからか、うん、だから車の音は出させないってことね、あくまでもミュージック、私ミュージックオフにしてるから、
そういうことか。つまらねえな、ジュラニス。あのリプレイでもエイジンの音聞くのが楽しいじゃないか。分かってないな、ジュラニス。もうこれがジラ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 なんだよ、本当。トナマになっちゃうよ。これをクリアできないからずっと先進めないよな、これ。このポルシェカップってやつで、メーカーポルシェにで車乗り換えまさいで、でこれだといけるってこと、ピコピコで。これじゃないとダメってこと？ここら辺にいっぱい車があるけど、このピコピコしてるのじゃないとダメってこと？これ？こんな車乗りたくないよ。え、でもこれじゃないとダメなの？あ、違うか。あのピコピコしてるのはダメだよってことか。あ、違うのか。今選んでる車がピコピコしてるのか。じゃあ何がどう違うの。みんな同じ車だからわからん。これはこれでいいので、これで勝てってこと。さあねえ、発売以降ここで詰まって先に進まないっていうもう1年半ぐらい経っちゃうでしょう。まあジラ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 ですから、セッティングとかしないからダメなのかな。最後だよ。で何位になればいいの、結局クリアのは。クリアって何位でクリアなの。表彰台でいいの。なんか気持ち悪い車だな、おい。ふわふわして。しまった。ペナルティーゾーン。気持ち悪い車だな、本当これ。
普通に耐えられれば、まあなんねえな、本当。気持ち悪い車だな、本当。だけど、あの本物の車はもうちょっと違うって、それかポルシェはこんな気持ち悪いのかもしれないけど、知らせねえぞっていうこのプログラムの意図がすごい見え隠れしてる。あと1台っていうところでこういうことするかな、曲がんねえじゃん全然ハンドルが、ハンドル切ってんのにあの、ま、曲がるアニメーションなんてないじゃん。これで挫折するカフェか、汚ねえなクソ山内。お前の薄汚い根性はここに出てるよ。これをあの車を知らない子供たちに車を好きになってもらおうっていう、こういうプログラムなのか、これがこんな動きするのか。山内、ゲーム機の電源を入れたくない気持ちになったのは初めてですっていうコメント覚えてるか。山内、知らない子供たちに
これで何を伝えるんだ。車嫌いになるだろ。それか10万円払ったやつだけがここが走れるようになるのか。山内、こんなバカみたいなこのクソポルシェなんかで走らせるよ。こんなポルシェなんて乗ってるやつろくなやついねえんだよ。そもそも